工場で超絶の倒し方、クンフージュゴン編、メダルをつけましょう。もうこんなの火力一択よ。リーグに行きましょう。スキル2は不要、突進でダメージを与えます。結構強いです。そしてスキル1は不要、カウンターです。星3の火力じゃないですね。クンフージュゴンはダウンした際、ダウンさせてきた相手と同じ星星に変化します。それに合わせて攻撃力アップと回復が入ります。そして復活特性も持っています。控えめの女ドラ的な立ち位置でしょうか。そして特性で同じ属性から攻撃を受けると、スキル1のカウンターが溜まります。ゾロのアシュラを受けると速攻で溜まります。カウンターを発動すると火力が3割も上がるので、ガンガン超ペスを買っていきましょう。もうカウンターを発動した際には、変わる自分が見えます。ただ失敗しても攻撃力が上がる点は変わりません。そこは可愛くないですね。ハイクとは思えない強さを持っているので、エイプリルフールイベントで手に入れた人は、武器を一度使いましょう。チャンネル登録よろしく。